パート2。なんかパート1で電話してくれた、はい、あのインスタでストーリー上げました、ストーリー上げたそしたらなんか反応あったんです、うんうん、来てくれる来てくれるらしい、助っ人助っ人もう一人が来てくれるっぽいんですよね、うん、あ来た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 助っ人助っ人どうも原です。原さん、原さん、マテウリのインスタ見て、そうですね、ストーリー見て、あの今来させていただきました。はい、すごい早っ、めちゃめちゃ仕事早い。じゃあ助っ人、じゃあこう、はい、2人助っ人で4人でこのパート2パート3は4人でやっていきましょう。お願いします。はい、お願いします。原さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。すごいすごいフットワーク軽い。よし4番ホール。はい。まあ、13番。ここ。まあ、なんか左サイドがなんか見えない、うん、へこんでる感じっぽいんでね、ケンティとこれはこれも左行ったらもうアウトですね、左行ったらアウト、でも右側だったら、まあ、グリーンも左側に見えてると思うんで見出しても右側かな、ここはフェードっすか、ここは、はい、僕フェードで行きます、よっしゃ完璧完璧、いやもう完璧や、完璧だ、もう気持ちよく打てますよ、皆さん、皆さん気持ちよく、どうぞどうぞどうぞ、ありがとうございました、うん、じゃあ私はもう練習だと思って、はい、自分は持ち球生かして右から回していきます、いい感じ、もうちょいだね、いやまあまあまあ、左のカードドぐらい、右の林から左のカードド、ケンティーケンティーもやっぱフェード。あ、そうです。僕もフェードで。うわー、これは完璧じゃないですか。飛んでおる。よいしょ。T がいい。T がいいですね。元元チャンネルの。元元チャンネルの T がいい。曲がらない T。はい、曲がらない T。はい、もう持ってくな、無人島に持ってくならこれです。無人島に持ってくならこれ。ということで。来ました、はい、新兵器原さん、よろしくお願いします、原さんもちゃんと元元チャンネルですね、使ってもらって、元元チャンネル系だ、すごい飛ぶね、さあ僕もフェードで、よいしょ、うん、めっちゃいいな、めっちゃ飛んでるな、やばナイスボール、ありがとうございます、原さんちょっと、はい、はい、みんな原さんのことちょっと気になってると思うんで、原さん、はい、僕競技のゴルファーを2年前にしていたんですけど、おお、ちょ引退をしまして、はいはいはい、はい、でそのまま就職をしまして、今は普通のアマチュアゴルファーとして、ああなるほど、やっております、でちょっと前まではもう競技ゴルファーとしてがっつり、そうですね、やってたってことですね、アマチュア資格を放棄して、はい、試合に出て、まあ、賞金で生活をしていたっていう流れなんですね、はい、素晴らしい、はい、めちゃめちゃマトゥーリすごい助っ人呼んでくれたじゃない、いやまさかね、はい、インスタで引っかかると思わなかった、もうケンティいらないかも、大丈夫かも、何言ってるんですか、ケンティ帰ってもらって、もう一回インスタちょっと反応あったんで新しいスタッフがここの T ショット見てから行ってください、あ確かにここのでもここのボールはちょっとね、ケンティーボール採用かもしれない、採用されるか、めっちゃいいボール、どこまで行ったか、どこまで行ったか、いや楽しみだ、いいっすね、いや楽しみ、マトゥエルボール、マトゥエルは多分そろそろ登場してくる、マトゥエルボールそろそろ登場してくる、あのラフこんな行ってない、あったこれはいいとこ、ラフ1個ゲンゲンボールフェアウェイど真ん中よ、マジえ、てかこれゲンゲンボールじゃない、ねえこれゲンゲンボールじゃん、え、こっち誰だ、飛んでるやん、一番飛んでるやん、そっちが原さんボール、ケンティーボール、こっちゲンゲンボールね、ゲンゲンボール選択です、これはフェアウェイなんで、フェアウェイど真ん中、素晴らしい、ケンティやばいよこれケンティ、ケンティケンティ、もしかしたらこう、もういないかもね、途中から映んなくなる、途中から映んなくなる、90打ち上げ4、打ち上げ4、90の打ち上げ4、打ち上げ入れてない、90ヤードなんでフェアウェイなんでピン奥です、ピン奥、はい、でもやっぱちょっと突っ込む、突っ込みましょう、はい、でも54でちょっとライン出し目で頑張ります、はい、あでもやっぱちょっとだけつま先下がりだ、
お、ライン出てるけど距離は？あ、全然やばい。あ、弱いか。ちょっとな、噛んだもんな。ちょっと噛んじゃった。ちょっと噛んじゃった。自分も90ヤードは50度で。ピンから奥グリーンあんまりないんですけど、4人打つんで全然果敢に攻めていきます。攻めていこう。はい。50度で90ヤードもう直で狙っていく感じ。つま先下がりなんで気持ち膝の高さで、ちょっと膝重心の位置を落として調整します。お、いいよ。ピン方向いってる、ピン方向いってる。お、いいんじゃない。止まれ。ちょっとスピン入ったけど、うん、オッケー。まあ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 、これ52度で、52度、ちょっとつま先下がりなんで、はい、起き上がらないようにだから。お、これもいい距離ドン。あー、ライソン。いや、ここちょっとまだベタピンっていうのがないから、やっぱりここはちょっと原さんの力を頑張りましょう。僕も52度で。52度いきます。はい。おー、いい。うまい。いいよ。いや、ライソン、ライソン、いや、でもいいラインじゃない？素晴らしい。ありがとうございます。いや、原さんナイスショ。ありがとうございます。原さんナイスショ。よかった。やっぱ僕らに足りなかったのは原さんだったから、ね。原さん。はい、原さんだった。いや、まさか来てくれるとは。本当だ。バックスピンで戻って。戻った分、距離ぴったり。確かに、確かにそうだ。バックスピンで戻った分ちょっとあれだけど。でも、上りのパッドが残って。ね。もう、原さんボール採用でいこう。原さんボールだ、これは。いや、入れたいね。ここは入れないとまずいな。原さん、どうするんですか、これは。解説。これは、上りのスライスラインですね。はい、結構、上ってるんで、45センチぐらいオーバー目でいければ、はい、確率上がるんじゃないか。ライン的には、カップ1個ぐらい、左を狙うかですね。決めちゃってください。はい。あー、惜しい。入れちゃってもいいですか。したらやりやすいです。それでは基本はあれ、打ってマークしとかなきゃいけない。あ、そうか、マークしとかなきゃ。これだともうパー確定になっちゃうんで。そっか、もちろん確定できないんで。オッケー。一応はそこにある程度、あのタッチで、うん、本当に最後しか垂、うん、れなかったんで。来た、おれ、簡単だな、本当に。今日もうファーストパットだよ、今日。今やっと初めて、4ホール目に初めてパターを打つってね。ナイスザッス。ナイスバーディー。ナイスバーディー。アザッス。ナイスバーディー。アザッス。順調なね、感じ。はい。今ね、3アンダーだからね。4ホールで3アンダー。4ホール3アンダー。どこまで伸ばせるかね。もう原さんも加わったし。じゃんじゃん行きましょう。じゃんじゃん行きましょう。じゃんじゃん行きましょう。やっぱイーグル欲しいね、どっかでね。イーグル欲しいですね。で頑張るしかないな。ちょうどインスタで呼びかけた時にね、ちょっと苦労してたんでパー3で。イーグル取れる人欲しい。イーグル取れる人も確かに。イーグル取れる人欲しい。これで取れなかったらもう帰ってもらう。そういう感じ。次のホール来ました。次のホール。パー4。パー4。14番。すげえ左ドック。これ左ドックだね。完全に行った方がいいと思う。肩狙い。肩狙い。何ヤードですか奥まで。250ヤードぐらいですよね。250。ああ、250で突き抜けちゃうんだ。突き抜けちゃうんで、攻めよう。旗まで。硬くいくなら旗まで。なるほど。ドライバーで打つんだったらば、バンカー上。そうですね。ドライバーで打つんだったらバンカー上。270ぐらい打てます。270打てる。じゃあそっちだな。ベストボールなんで、やっぱりそうですね。攻めの。ここは、はい、攻めていきましょう、みんなで。攻めだともうバンカー上。バンカー上、ドライバーで大丈夫。ドライバーで。自分のフェードじゃない球を見せられるという。おぉ、ドロー系の球。ドロー系の球で。ヘッド。ヘッド狙い。ヘッド。やっぱドローの方がいいね。そうっすね。あー、やべ。即死ってやつですね。これが即死ってやつ。これが即死ってやつ。もう噂の。噂の即死ってやつ。まあ、みんなが頑張ってくれるんだ。まあ任せてくださいよ、ここは私向きのホールなんで。左にいくら曲げてもゴルフ場が続いてるっていう。じゃあドローで。ドローでお願いします。ヘッドを右からドロー。ヘッド右からドロー。おー、ヘッド右からドロー。完璧。
バンカー超える？超えた。超えたけど。超えたけど、そうね。バンカー左ラフって感じだ。僕もドローで。ケンティ初ドロー。ケンティのドローが見れます。うん。まっすぐ行っちゃいます。まっすぐ目だけど、でも。奥のなんか。全然突き抜けてるわ。あのモミジ、ね、モミジのところカサカサっていっちゃう、うん、ここはやっぱちょっと原さんの力を任せてください。ここもドローで林の右スレスレで。おお完璧やん完璧やん。うわえもうだって奥の奥のバンカー行きそうだったね。危なかったね。ナイスショー。あのここありがとうございます。ありがとうございます。これがスケットだよケンティ。いやケンティ、これがこれがスケット。あそこのラインですね。いやいいマジで助かるわ。助かる助かる素晴らしい。あのラインでもね突き抜けちゃうっていうか。そうですね。そう危なかったですね。伸びすぎ、ね。ドライバー平均どれぐらいなんですか。平均で言えば280ぐらいですかね。280ぐらい。280ぐらい。わめちゃめちゃ飛ぶわやっぱり。今のも290ぐらい。確かに。いや全然アゲンストだし、うん、アゲンストであそこまでだと競技やめて触れるようになっちゃったやめて解放されたやめたら触れようメンタルが弱いトレーニングとかもできてないんでやっぱり球が低くなっちゃってる感じですよね、はい、今まで高かったんですけどすごくちょうどいい感じなんちょうど競技やめてやめてちょうどスコアがいいですからねスコアがいいそれなんですか、ね、そういうなんかそういう競技ゴルファーあるあるというか失うものがない失うものがなくなるという、うん、そう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 。マトゥーリボールにまあ元元即死でケンティがあの赤もみじの奥行っちゃってで原さんボールがこれですね。じゃあいや内緒87ヤード184で87ヤードでラフちょっと沈んでいる感じになるのでスピンがあまりかかんないですね。上から落とす感じでいきたいと思うんで、まあ、ただ58度でちょっとフルショットで打ってしまうと抜けてしまう可能性が、うん、ああります、ね、ボールの下に行っちゃう可能性があるので52度でポッコンじゃないですよね、はい、上からどうかなと思います。ちょっと弱かった。ケンティ頼んだ。はい。横端っこに乗ったかな。自分50度。50度。ラフが結構なんかボール埋まっちゃうもん。おー、いいよ。はい。ああ、距離が分かんない、ね、距離がちょっとでかそう。うん。ちょっと行ってみて。行ってみて。目土お願いします。ラフむずいね。確かにラフで。引っ掛けると思って右打った。ラフって何？左行きやすい。行きやすいですね。やっぱウェッジが多分まっすぐ打とうとしてもちょっと捕まるっていうかこう閉じやすいんで。芝で？はい。ただ普通にまっすぐ打とうとしてもカットしない限り左に飛びやすいんで。ラフだとなおさら。だから自分もまっすぐ打とうと思ったけど左にちょっと左に出た。はい。体が距離取りたりじゃん。すごいね。原さん大活躍。スケット大活躍。距離ぴったり。あとは決めないとね、誰かちょっと早めに誰か決めてくれどっちフラットなの下って登って出だしはちょっと下りますね。はいで、下って登って、まあ、もうちょっと若干のスライススライススライスはい、来いうわー、惜しい、はい、いや、タッチでも完璧だわ。でも切れなかったそんなに切れなかったですね。さすがにこれはケンティ入れてくれるでしょう。今のあれを見たらにあれ見たらもう入る。さすがにあんないよでもないよね。いやありがとうございます入れ入れうわ最後うわ惜しい。ちょっと弱いのか、待ってこの流れ俺最後これゲンさんに取っとかなきゃいけない流れが決めてよ。いやこれ見たらなんか空気読めないみたくなりそう。これは全然決めていいやつだから決めたら空気読めないんだろうな。いや全然決めていいよ。曲がれ。待って、なんで切れないの。
パンチ、ねえ、よかったよ、ほぼぴったりだったのに、なんか切れなかったね、今ね。だから強めで、多分ここら辺行かないと入んないんだよ。カップ一杯強め、決めるのがゲンさんですからね。これちょっとプレッシャーだって大体決めるからこんな上手い人たちみんな外してんのに弱くない？弱いよなんで弱いよ今じゃあパーで、パーで、オッケー、ナイス。いや今あのライン結構難しかった多分上から行くと切れないし真ん中から行こうとすると切れるし、ね、ちょっと強めの真ん中じゃないと入らない、うん、ロングかな違うかミドルロングだロングロング来たイーグルチャンスイーグルチャンス来たイーグルチャンス来たいやここでちょっとね取り返せないとここ取り返しましょうロングここ飛ばしていきたいですねパー5どっちに打とうかな飛ばすならドローかなでもフェードでも飛んでますからねそうだよねフェードでもそこそこ飛んでるよね距離落ちてないですもんでもドローで打っちゃおうこういう時ってバンカー越えるか越えないかの距離を知ってると気持ち楽ですよね例えばバンカーまで全然キャリーで越えるってなれば右も広く使えるんで確かに右っても別にバンカー越えるしみたいなそう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 ここで距離測るとしたらあのバンカー何ヤードで越えるか測っとけば右も OK 左も OK になるから気持ちが全然はいあんまプレッシャーを感じすぎると、ね、ちょっとこう縮こまってミスが生まれやすいからねミス出やすくなりますね極力プレッシャーを排除できるようになるべく前へなるべく前へなるべく前へあーやばい切ったちょっと右手ちゃんが、やっぱフェード一択の方がいいんじゃないですか、ね、もう今日フェードだなフェードってだって距離落ちてないよねフェードでゲンさん落ちてないって言ってますよそういうことだね欲張るとダメいや自分も全身あるのみ前へ前へ前へ下半身が止まってる説が先ほどアドバイスいただいたんでちゃんと体回していきますおめっちゃええやん出ました出ました体回した方がええやんやっぱりど真ん中ど真ん中先生ありがとうございますいや気持ちいい今めちゃめちゃ良かっためっちゃいい球めちゃめちゃ良かったよ今ヒンティはもちろんフェードでフェードでおーよいしょ完璧フェアウェイセンターフェアウェイセンターうわいいねさすが、君の足の先にナイスナイスナイスやっと、ど真ん中やっと出た、ね、出ました、出ました僕もフェードで行きますフェードで、はい、あー、捕まった着地捕まってしまったまあ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 、ここはケンティまあここは、そうですねここはマトゥーリとケンティがフェアウェイ止まるそう、フェアウェイ止まるもう本当にもう左組と真ん中組とね二手に分かれましたけどえケンティ調子出てきたねいやもう温まってきてもう温まってきた3、4ホールぐらい終わりましたからね、うん、あもう4ホールじゃないか計算がついて脱いだからね脱いじゃいましたもう暑くてメラメラとメラメラとメラメラこれからイーグル取んないといけないマシはこんだけいるからね本当に助かるマジで助かるみんな結構飛んでるからねめっちゃ飛んでるマトゥーリさん体をねじるっていうそう腰を切るっていう腰ちゃんと回してくっていう確かに手じゃなくてねちゃんと体で打つ、ね、体ですげえいい気持ちよく打ってました、うん、間違いないめっちゃ良かったそれだね ずっと止まってたんですね体がそう体が止まってたってことねやっぱりあ止まりがちってないよね寒くなると冬場は皆さんね体動かしましょう体で打つっていうかね手でうわってやんないで、うん、体で振っていくイメージ冬ゴルフあるあるです、ね、冬ゴルフあるある体が朝止まりやすい大きくゆっくりです大きくゆっくり下半身からマトゥーリは吹き流しにはちょっと後ろはいピックアップしました結構飛んだんですけどね、はい、ピックアップしちゃいました、はい、ケンティがケンティケンティケンティボールがケンティがあんなとこにあるケンティボール素晴らしい300ヤード飛んでるからそうねだって500あって残り200しかないから300だわ300さすがケンティでも自分の知り合い その海外でレッスンしてる人とか一人のゴルフでもスコア出すためにティーショット曲げても毎回フェアウェイ自分の距離飛んだところでフェアウェイに戻してそこから打つっていうラウンド練習取り入れてたりしますねなるほどだからもうそれが自分の中で当たり前になってくるんで
そこに本番は打てるようになってくる。おお。っていうのをやってるって、こういうトレーニングもありだと思います。確かに確かに。距離いくつ？距離が212で、ちょっと打ち上げ5ヤードぐらい入ってるんで。はい。風が少しまあアゲンストと見る感じで、軽度で打ちたいんですけど、うん、ちょっとライ的にも捕まりやすそうなんで、少しドロー気味のイメージで4番ヤードです、うん、4番ヤード。上から、おお、すげえ、ギリギリのライン、ちょっと乗ったんじゃない距離8でもね、8に乗ったんじゃないか。自分は5番ウッド、とりあえずちゃんと腰を切っていく。以上。おお、これはいい球だけど、ちょっとフェードしたな。まあ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 。いいいい。僕は3番。まあまあまあ。まあ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 。まあ近くまでっていうかね。アルテナハラさんがいるみたいな。アルテナハラさん、ちょっと2オン、2オンさせてください。行く前にちょっとバンカーがあるんで、混んでる、乗せるために。おお、乗るんじゃん、これは乗って、ドン。おお、止めた、あ、止めた、ナイスオンです、ナイス。さすが、さすが、安定のハラ。ハラでございます。ハラでございます。とりあえず乗ってるから、うん、ナイスイーグルチャンスってことね。よし、さすが、すごい。え、今何番アイアンでしたっけ。今3番アイアンですね。3番アイアン、3番アイアンちょっとカットで、それでキャリーちゃんと届くからな。マジすごいよ、キャリーで215。えぐいわ。ちょっとアジェンストあるから上げて、そうだね、220ぐらいじゃない、キャリーで。すごいな、えぐいわ。風なかったら220ぐらいは普通に飛ぶんですけどね。今ちょっとアジェンストだったんですけど、はいはい。え、でもあれ、マトゥーリボールとケンティーボールもめっちゃ、千葉ではね、いいとこ、みんなすごいわ。いや、イーグル取りたいな。イーグル取りたい。あれを入れれば、あれを入れれば4人いるから。そうっすね、4人いるから、うん、あれは入るでしょう。誰から、順番。俺最後やだ。なんで。俺最後やだ。最後、最後やだ。最後はやっぱでも安定の原さんじゃないですか。あ、最後安定の原さん。常に最後はもう原さんにしよう。安定の原。安定の原。ケンティ頼めよ、入れちゃってね。上りフック、上りフック、上りフックで、上りフック、カップ、まあ、ほぼ真横から入るようなイメージ。うまい、もう曲がれ、来た、うわー、来た、来た、うわー、すげー、すげー、ケンティマジすげーよ、完璧、完璧、完璧、ケンティ、やってくれた。パスリアクが取りましょう。取り返した、今のは取り返した。もうすごいわ、ケンティすごいわ、完璧、今髪が上がってた、すごい、マジですごい、一発でやばくない、やばい、全てが完璧だ、いや完璧だ、マジで宣言通りの、マジですごすぎ、すごすぎる、狙い通りですね、狙い通り、いや完璧だ。ナイスイーグル、ナイスイーグル、素晴らしい、イエイ。6ホールで5アンダー、5アンダー、6ホール、パー2つで、あとバーディーでイーグルに行きました。6ホールやってるから。じゃあこれで、これでパート2が終わりました、はい、イーグル締め、イーグル締め、素晴らしい、はい、原さんがめちゃめちゃ最後に打ってめちゃめちゃいいショットで、はい、ナイスオンしたんでね。ですね、原さん、そうですね、はい、3番アイアンで、3番アイアンでいただきました。220ヤードですね、220ヤード、もうキャリーですね、素晴らしい、いい球だった、いい球だった、ありがとうございます、はい、決めていただいたのは、はい、ケンティの、確かにケンティが、これでモザイクかかんなくてなんで映れる、映れる、ギリギリまだちょっとうっすら薄いのかかったかもしれない、ね、画角からこう外れたかもしれない、危なかったです。じゃあパート3も、はい、ね、頑張っていきましょう、次頑張るぞ、はい、頑張るぞ、じゃあまた見てください。